人の多さなの。ありがとう。それにしてもあなた、世の中あんなに女がいる中でよく私のところになんて来たよね。素直に喜んであげる。そうだ、これあげる。自分でも柄にもないことしてるの知ってる。うん、あのさ、獄中自殺とされたあなたが私の目の前にいる。それはもちろん嬉しいことではあるのよ。けどそれ、この国で許されることじゃないことも私は知ってるの。このままで本当にいいの？そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。大丈夫。まるで手の施しようのない感情を見せつけられている気分。ごめん、せっかく誘ってくれたのに。おやすみ。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ？こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。出直してきた方がいい？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。
元気そうじゃない。じゃあシャバの空気とやらにはもう馴染んだ頃だよね。少年院に行ってたなんて事後報告で許されるレベルじゃないよ。ちなみに今日来た理由は分かってる？そういうこと。はい、これ海外から取り寄せたの。体に害のある成分は入ってないから。拒否権ないから。会えなくなった途端あなたとのことばっかり。久しぶりだなこういうの。奇遇だね。私も例の新薬の前に話した女の子ね、順調に回復しているらしいの。優秀なモルモットのおかげだね。何の話？そう、隣いい？会ったばかりの頃とは別人みたい。男の顔してる。来月から離れ離れになるね。実家までは往診に行けないけど。嬉しいけど患者さんいるから。年下になんて全然興味なかったのに。散々待たせたんだからいいよね。拒否は受け付けてないから。